きび殻を束ねて糸で縛る指がしなやかに動きます。数本のきび殻は動物になり、命が吹き込まれていきます。鹿沼市の丸山早苗さん、きび殻の干支を作り続けて12年になります。きび殻細工は祖父の青木幸男さんが特産のほうきの残りを使って作り始めたもの。今では栃木県を代表する民芸品となりました。もともと祖父が作ってたので、もう祖父が高齢になってやめてしまおうとしてたので、じゃあ私が継ぐからって言って、はい、手伝い始めたのがきっかけです。色があるわけでもなく、特別表情が書いてあるわけでもないんですけれども、不思議と表情が見えてくるんですね。素朴ながらも温かみがあるところが魅力だと思います。動物らしい姿に仕上げるために、指先に伝わる感覚を頼りに編んでいきます。きび殻を束ね、糸できつく縛って立体感を出していきます。来年の干支はイノシシ。イノシシの勇ましさを出すために、さまざまな工夫をしています。イノシシと牛なんですけど、イノシシと牛って工法が全く同じで、形もすごく似てるんですね。ちょっとした傾き加減でイノシシらしく見せるんですけれども、そのちょっとした加減がとっても難しくて、ちょっと間違うと牛になってしまう。イノシシのわざと後ろ足を後ろに傾けて、頭を前に傾けることで前かがみに見えて、イノシシのちょっとつ猛進の前に進んでいく形を作ってます。きび殻細工を作り始めた頃はうまく作れずに悩んだこともありました。そんな時は師匠であるおじいちゃんに聞いたといいます。分からなかったりとか、どうしたらこういう形になるんだろうとかって悩んだ時に聞いても、お前がいいと思う形を作ればそれでいいんだっていう教え方なんですよね。だから答えを教えてくれるんじゃなくて、自分で考えることを教えてもらったと思いますね。丸山さんには大切にしているおじいちゃんの言葉があります。祖父はいつもこれが次世代に残せるかどうかを決めるのは職人じゃなくてお客様だって言ってたんですね。それはやっぱり自分が作りたいものじゃなくて、残したいと思ってもらえるものを作ることが大切だって言ってたので、私もそれは大切だなと思いますね。きび殻細工を待っていてくれる人のために、今日も工房で一人きび殻に命を吹き込みます。来る年の幸せを祈ってきび殻細工を作る丸山さん、その姿をおじいちゃんが見守っています。